えー、お疲れ様です、えー、今日は面接で嫌われるやつそれでは絶対採用されないってまあねこれから辞める人辞めて面接引く人っていろいろおると思うんですけど、うん、まあねはじ俺も初めての人とるのってまあ苦手だからまあ分かるんですけどその俺自身ももう何百人だよね多分1000人は行ってないと思うんですけど。 何百人っていう人をまあ面接してきて、まあ最近はちょっと面接しないんだけど、まあ顔見てちょっと喋るぐらいはするんですけど、まあそういう中で、なんちゅうかな、やっぱいいこと言わなきゃいけないから <laughs>、気使うと思うんだけど、うん、まあ、会社ってこういうとこ見てるよっていうか、まあ採用の人ってこういうとこ見てるよっていうことをちょっと話せればなぁと思いますので、ぜひ、またじゃあ続きお願いします。えー、あ、そうだね、チャンネル登録者3万人達成、ありがとうございます。今3万、 5000ぐらいななのかな、うん、ぜひまたあのチャンネル登録といいねもお願いします。えー、じゃあ、行きましょう。はい、それではこんな求職者は嫌われる。ま面接に来るやつだね。まあ、本当まあいろんな子がおるけど、まあまず1番、2番、辞めた会社の悪口を言うとかさ。まあ、その自分に非がない うーん会社のあれが悪かったとか、まあ先輩が鬱陶しかったとか、まあいろいろあると思うんだ、辞めた理由って、うん。まあ、いつも怒鳴り散らされたとかさ。うん、だけど、なんちゅうかな、まあ会社に来るってことは、まあうちの会社でもそうだと思うんですけど、中小企業なんか、まあ絶対問題あるじゃん。だから、なんかもうね、 相手が悪い、なんだ悪いっていうやつって、俺結局うちの会社入ってもなんか、なんかあれが悪い、これが悪いとか何がないとかさ。結局悪いとこ見つけるやつって、まあどこ行っても悪いとこ見つけて自分を変えようとしないじゃん。で、俺も前の動画でも一回言ったことあると思うんですけど、結局、ね、俺でもそう。やっぱ従業員に対しても、まあプライベートでもそうだと思うんですけど、なんか文句言っても喋らないもんね。うん。だったら、 自分変えて、そのね、あの、まあ、俺と、まあ、このねだ、誰かとの関係が、こう、こじれたり、従業員が、まあね、辞めてしまうかもしれんとか、成長していかないとか、いろんなことがあると思うんですけど、まあ、ここをじゃあ成長させるとか、辞めないようにするとか、ね、もっとこういうふうにしてほしいっていうのって、まあ、ね、こうやって言ったら動かない。じゃあ、今度はどうやって、まあ、言うなり、まあ、怒るなり、 まあ、いろんな方法で、結局、俺が変わるしかないじゃん。結局ね。俺はもうそう思ってんの。結局、だって相手のことぐち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 文句、人に言っ,って変わんないしさ。うん、改善されない。でも俺はもうそれが嫌なんだから、変えたいんだから、その結果っていうもの。でそれプロセス変えないと変わんないのに。だ結局、なんかやめる子って、まあ、そこから逃げ出しちゃう。悪いからやめや、いいやっていう子って。 結局どこ行っても嫌な人もおるし、ね、あの納得できることもあると思うからさ。うん、だから、そういうのは俺は面接で言わない方がいいかなと思う。で、言ってる子はまあなんか、あいつなんかもう会社のある口ばっかり言ったら、まあ、やめとけあいつとか、結構言うこと多いかな、今でも。うん、まああとは、うん、3番、4番、やりたいことがあるとか、まあ、お金は関係ないんですとか、やりがいがとか、 言うけどなんかあんまり面接でね俺そういうこと言うやつって信用できるんだよねなんか逆に、うん、結局だってさ、まあ、誰でもそうだと思うんだけどまあ俺でもそうだけど、まあ、楽しいことはしたいもちろんだけどその楽しいことのために面倒くさいことってめちゃくちゃあるじゃん例えばまあサッカーやってるとか野球やっててもいいんだけどさ試合はしたいけど練習なんか本当はしたくないじゃんだけどその勝つために 練習するわけでしょでそれスポーツってまあ金ももらうんとやるわけでしょだけど仕事ってまあお金もらってやるからなかなかみんな好きになれないと思うんだけどこれ仕事お金もらえずに今やりたかったらやれって言ったらだって誰もやらんかまあやってる子も何人かおると思うこれは好きでやってる子俺まあ別に金もらわでもやってるかもしれないぐらい仕事好きだしうんまあいろんなことを考えながら行動してねまた新しいこ YouTube やったりとかもあるからさ だけどスポーツとと同じとはいえなんかねこうやりたいことがあるとかお金が関係ないとかうんまあまあそういうことでやってたらよっぽど自分のやりたいことが、まあ、ハマるような仕事に出会わないと難しいんちゃうのかな俺でもそんなこと言えないもんな多分なうんまあ難しいまあじゃあちょっとまあ次のページ行きましょうか。 はいじゃあ採用担当者はここを見る結局さまあね面接ってまあ初めて会うからなかなか恥ずかしいと思うんですけどまあじゃあどういうことを自分に伝えていけばいいかっていうと結局俺ら採用する側はどこ見てんのって言ったらもう結局辞めないかなんだよねうんあのこいつうちの会社入って辞めねえかなって何ちゅうかなあんまりスキルなんて俺はあんまり見てないんですよ何って言ったらその挨拶できるとかさ きちっと素直さがあありゃまあ、別にその優秀か優秀じゃないかなんていうのはそんなに求めてないと思うんですよ。よっぽどね特殊な仕事でなんかヘッドハンティング入れて取るような職種だとねバリバリの経験者取るからちょっとそれは違うと思うんですけど結局ね営業でも事務でも職人でもそうだと思うんですけどやり続けや覚えるしまあ、ある程度ね会社にとって。 大切なな人材になってくるただ会社ってやっぱそれぞれがもう同じ足場職人でもやっぱりやり方によって全然違うし営業でもそうだよねこう,うちの会社のマニュアルって,っていうかやり方もあるからさだから会社に染まるじゃないですけど、うん、だから本当にもう辞めないかだけをもう俺90%ぐらいの会社がそこ見てんじゃねえかなと思うんですけどあとはもう会社に忠誠を誓えるかだよね。 よくネットとかにまあ社畜「社畜社畜」ってあるんですけどまああんまりこういうの言うとまあ叩かれるで嫌だけどだけどさまあそもそもさなんかまあ自分のやりたいことはまあ3番も書いてあるんですけどだって、うん、まあ社畜でしょ普通 <laughs> まあこういうことで叩かれるからその「きつい」とかあのコメントも書いてあるよねよなんか「現場仕事はきつい」とか「きつくない」とかまあまあきついなら別に混んでいいし別に俺も頼んでないからね使ってくださいって言っとるやつ採用しとるんだからさ まあいろんな事情があってね、家が近いだとかなんとか、まあ、そのメリット、デメリットを見てくると思うんだわ。だうちのいいとこも悪いとこもあるし、もちろんね。そういうのがね、もうその社畜に決まっとるよねって、俺も本当に思う。SNS とか見とってね。まあ、そういうことを書くと、さあ、お前はなんか社長だもんでとか、どうだでそういうふうに思うんだって言うけど、まあ、俺はそうじゃないと思う。俺もずっと勤めてきたから、まあ、16か職人雇ったりあれだけど、だけど、や、まあ、めた、会社もやめたけど、 うん、社畜なんて思ったことないですその最近の言葉でしょこれ社畜って、うん、だからもうその社畜で当たり前だろって俺もだって従業員で働いてる時に貢献するために雇ってくださいって雇ってもらって仕事も教えてもらってうんそれはねいろんな有給なんかもちろんなかったけど、うん、だけどそん当たり前でしょだったらやめないんだもんね別に、うん、だからもう社畜っていうぐらいだとやめまあいろんな事情があると思うんですけどもちろんねうんまああとは 自分のやりたいことは、うん、勝手にプライベートでやってくれあ。まあそうだよね。で、あと、まあ、担当者どこ見てるかってまあ、この二三は俺見てると思う。だってこいつ中値近えるかなって本当に見てるもんね、うん。で、あとはまあ4番。履歴書の書き方、うん。まあ、これ案外気にしずにね、まあ職人だったらまあさ、まあうちもでもちょっと会社のレベルも上がってきたもんで、ね、 まあ履歴書持って込んでいいよっていう時もありゃ、ちょっと持ってきてっていう時もあるんですけど、まあもちろん話し方だとか挨拶っても見るけど、なかなかやっぱそういうのってさ、みんないい顔するじゃん。<laughs> 面接する時って。だから、なんつうかな、ほん履歴書の書き方はやっぱ結構見るかなで、俺の知り合いはもう、もう、一文字でもちょっとでもその隙間でだったらもう絶対最優心っていう同級生がおるね。 うん、だからそれぐらいやっぱり履歴書っていうのはまあきちっと書いた方がいいと思うね、まあ、職人だったらまああんまり謹慎でもいいっていうか、まあ、採用するでしょ行っても人足りんから <laughs> だけど営業希望だとかそういう事務希望の人っていうのは本当にたったそのもう本当に3人4人って1回の募集で来て1人しか取れないって言ってどこ見るって言ったらやっぱそういうとこそのプラスのところ見つけるの難しいけど やっぱマイナス見つけていく、ね、あの消去法でいくっていうのは、まあ大きいと思うんで、そういうのはもう絶対的に気をつけて方がいいかなと思います。はい。じゃあそれでは今回、まあ面接についてお話しさせていただきましたが、ちょっとね、あの、内容さらっとしてますけど、まあ、あんまり喋りすぎず、あの、いいとこばっか見せようと思わずにね、減点しないように、あの、これからまた面接希望の人は頑張ってください。またねー。 you <sharp inhale>